ハンブルゲームズ。What you mean? おはようございます、桜井です。今回はですね、ちょっと待って、あれ、なんか画面ジリジリしてない？あれ待って、ちょっとなんかこの辺画面ジリジリしてない？あれ、なんか画面ジリジリしてるよねこれ。どういうこと？ちょっと待って、これさ、いきなりなんか、なんでこんなジリジリしてるの？意味わかんないんだけど。どういうこと？なんで？なんか花粉みたいの飛んでるし。さあ直してきましたということで、今回アンパッキングは8ということで、おそらく最終回になりますね。最終回でまさかいきなりね、事故るとは思ってなかったんですけど今回やっていきたいと思います。この動画ね、最後まで見てくださって本当にね、ありがとうございますって言ってもね、すべての動画アンパッキング今まで7つ出してきたんですけど、すべて最後まで見てくださった方は、すべてね、最後まで見てくださったって方はね、俺のね、集計上っていうかね、機械がね、編み出してくれるんですけど、今のところ 0% なんで、最後まで見てくれたって人はね、今のところ誰一人としていないんですけど、まあ今後ね、見てくださることを祈って、最後までね、しっかりやっていきたいと思います。あとね、ちょっとでもね、見てくださった方、アンパッキング知らないよとか、単純に俺の動画だから高評価押しに来たって方も、本当にね、最後まで見てなくてもありがとうございます、本当に。ということで、やっていきましょうか、最終回。めちゃめちゃね、家具がね、多いんですよね。今回大変そうだな、ということでやっていきましょうか。もうガンガン行こうかな、最終回だからね、本当に。さあ、見ていきましょう。ここの部屋から行こうかな。7つぐらい部屋あるからね。こちら、8分分ですね。8分分の新しい本ですね。これは多分子供向けの本だから、いやーマジか、子供できたのかな、この感じ見るとね。誰と結婚したんだろうね。赤ちゃんとか入ってないよね。大丈夫だよね。それだけちょっと不安なんだけど。さあ見ていきましょう。こちらは？あー、ボール系の、くしゃくしゃになる系のボールね。これに関してもこの辺置いて、そうだね、可愛い鳥ちゃんとかね。なんか島次郎とかに出てきそうな鳥ちゃんとか置いて、これ立てかけられないから、あーダメっぽいな、立てかけられないのかこれ。なんか鉢っぽいさ、なんつうんだろう、六角形でちょっと可愛いよね、鉛筆型みたいで。さあ見ていきましょう。ガンガン行こう、ガン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 。うわー、これ、あ、こういうのってどこ置くのが正解なんだろうね。一旦机の上置くわ。いやー待って、これ中に入れるのもあり？こういうのって中に入れるのありかな。意外とありだったりしないかな。いや可愛いね、こういうのも。はい、キリンさんとかね、サイさんとかゾウさんがね、首吊りされてますね、ここで。はい、見ていきましょうか。こちらなんだ、あー、お魚の本ですね。お魚の本、本系やっぱ多いね。でね、こだわりとしてね、こうやってね、白紙じゃなくて、白紙じゃねえや、黒と白じゃなくて、ちゃんと全部ね、色付きっていうのがやっぱ子供らしさ出てるよね。いやー、この辺の再現力はやっぱさすがですね。こちら、うわー、ベビー用の服ですね。ガチでこれ子供できたんだな。ベビー用の服ってどこら辺に置くんだろう。取りやすいところに置くのかな。あ、こういう引き出しとか、こういう引き出しとかに置くのいいかな。でも服類だからこの辺置く、一旦ね。さあ、これもピンク色の服ですね。ガンガン見ていきましょう。あ、ニット帽ですね。ニット帽もこの辺、もうガンガン見ていかないとね、終わんないめちゃめちゃ終わんないんで。こちら、あれですね、くしゃくしゃ系のボールの第2弾ということで、この色結構好き、なんかレモンサイダーみたいな感じで。でこちら、何これ、何これ、はんぺん、はんぺんゲットしたんで、はんぺんってどこら辺置くんだろうね。赤ちゃん食べていいのかな、はんぺんとか。ダメな気がするけどね。あ、付近系かな、付近系だったらこの辺上とか置かない、なんとなく。よし、オッケー、一番上のは終了ですね。でこの花瓶系に関してはね、うわ、こことかいいけど、でもさ、危ないのかな。一旦でも綺麗だから置かして、この辺に。窓開けるときにバリに行くけど。まあ、とりあえず置かして。で、この下とか、あ、下置ける人いくる。かわいい。かわいいね、これ。さあ、見ていきましょうか。ささみ肉。おっと、これはルービック系の、一時期のハンドスピナーのね、一緒に出てきたやつですね。あれに似てるわ、すごく。こういうおもちゃ系ってやっぱりさ、ベビーの中に入れる、ベビーの中に入れるのが普通だよね、意外と。すぐに遊べる。なにこれ、扇風機、扇風機みたいに出てきたね。
で、これ、あ、これいい、この置物いい、上の方に飾ろう。いや、いいですね。これ明かりとかつけれない？うわ、無理か。いいっすね、なかなか。あ、もう来た、もう来たよ、アンパッキング。マジか、早っ。え、マジか、今回の主役じゃん。ちょっと待って、めっちゃ遠ざかっちゃったな。うわ、マジか。ちょっと待って、お腹とかも破けてるね。あ、でもそこまでなんか傷はいってないね。なんかボロボロのやつ最終出てくるのかなと思ったら、リボン付きで出てきたよ。え、なんでリボン付きなんだろう、これね。なんでリボン付きなんだろう。これ座っとく一旦座っとこう。あー、ライオンちゃんね。はい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 。こらー、どうしよっかな。ぬいぐるみ系ってさ、いや、赤ちゃんにあげた方がいいよね。よだれまみれになるけど。あげようか。あー、またこれ新しい系のキューブですね。はい、鳥と、なんか、はい、おにぎりと、梅干しが9割で中、あ、あれだね、梅干し外側で中が白ご飯みたいなタイプの逆のおにぎりね。なるほど、そういうことか。あ、これもなんか出てきたね、新しいの。で、これもスターとかね、これウルフとか D って書いてありますね。あ、ABCD って出んじゃない、これ A とか出んじゃない。ほんじゃ、来るよ、多分来る。ほらー、 A 来たよ。いや、完璧、読みが完璧すぎる。こんなサイコロいる？てか、こんなこんなサイコロいりますかって感じだけどね。なんか2つぐらいでいい気もするけど。んで、ABCD 揃えたいな。 ABCD、 まあいいか、とりあえず置いとこうか。まだ出るかもしんないしね。こちらはなんだ、これは何これ。あ、おしゃぶり、おしゃぶり、おしゃぶり、血に染まったおしゃぶりなんで、この辺は。いや、なんかでもさ、赤ちゃんのところってごちゃごちゃしてるイメージあるから、あえてごちゃごちゃさせるのありだよね。こうやって適当に配置して、割とね、それの方がちょっとリアル感出るじゃん。リアル感出したいからさ。あ、これも A だ。マジか、これも A 出たから。サイコロ多すぎ、マジで。大丈夫、こんなに、こんなにA ばっかり大丈夫かな。 A 型ってことなのかな。いや、もう D も出たし。どういうことこれ、同じ柄だよね。そんないる、積み木みたいな感じなのかな。そんな感じなのかな。めっちゃ積み上げられるんだけど、これめちゃめちゃに積み上げられるんだけど。ほら、また新しいの出た。いいだ、いい。え、めっちゃあることない？これ。こんなにあるもんか？これは？なにこれ？なにこれ？音が鳴らない？音が、なにこれ、グミ？グミとかそういう感じかな？わかんないな。これもでもおもちゃだよね、おそらく。まあ、おもちゃだと踏んでこの辺に置いときましょう。これ何なんだろう？グミ？グミじゃないよね。リストバンドみたいな感じかな？絶対赤ちゃん使わんでしょ。とりあえず、あれ、上置けない。あれ、上置きたいんだけどな。あれ、上あれ、あー、いけたいけたいけた。この、あ、この面もいけるんだ。ちょっと待って。あ、何、あ、なんかシールもらったんだけど、嬉しい。え、これ待って、めっちゃ積み上げられるんだけど赤ちゃん無理でしょ、こんなに。こんなに身長的に足らないでしょ。どんだけ器用なのって感じだけどね。いやー、まあ、とりあえずさ、積み重ねたいよね。これ揃えたいな、後で。後でちょっとじっくり揃えますね。あー、これ、リンリン系ですね、リンリン系。これ、音なんのかな？微妙。シャリシャリっていう感じはちょっとあるね、でも、ちゃんと。わー、このリンリン系か。リンリン系なんか、アンパッキングもさてさてできないかな。あ、できないか。この辺に無動作に置いておくか。無動作に置いておきましょう。さあ、この辺も、C で、あんまりちょっとね、今回ね、静かな実況でいきたいと思います。いつもよりね。こちらが、グミとなっておりますね。さっき4つだったんだけど、こっちは3つですね。ほら、リンクがね、あ、待って、これだ。え、違うわ。すいません、なんでもないです。すいません、なんもないです。こちらは B ですね。B か。え、待って、めちゃめちゃあるな。え、こんなにいるかってぐらいあるけど。もうなんか城壁みたいになって困ってるよ、この虎。めちゃめちゃ困ってそうなんだけど。あ、カバンか。なんか変わったカバンだな、これ。なんだろう、なんか分けられるカバンっぽいね。これって積み木とかこの中入るかな。積み木、あ、特に入るりはしないのか。だったらこの辺置く。いつでもお出かけできるように。
で急に出てくるハンドクリームで急に出てくる。でも赤ちゃんのとこに置いとくのはちょっと危険だから、一旦置かしてこの辺にハンドクリーム。よーし、ガンガン行こう。あ、ウェットティッシュね。ウェットティッシュはよく使うから俺も。引き出し入れとく？一旦引き出しでしょ。引き出し入れてたらね、赤ちゃんはそんなね、引き出しをね、引いたりはしないから、おそらく。なにこれ？あ、パンパスだ。歯が前しかねえんだけど。歯が前しかない赤ちゃん出てきましたね。とりあえずこのティッシュ、でもティッシュっぽい気もするな、こうやって。いや、でもあれか。おむつか。おむつは、いや、おむつこの中入れるのかわいそうだよね、さすがに。自分で着替えるよ、みたいな感じ出てんの嫌だよね。おむつか。いやーどうしよっかな。いや、ここいたら邪魔、怖いよね。赤ちゃんにぶつかったら困るしね。じゃあ、この辺に置きましょうか。はい、OK でーす。あ、布巾ね。布巾はまあ、とりあえず重ねるんじゃないかな、大体は。よーし、OK。まあ、布巾だったら落ちてもそんなね、被害出ないし。出ましたね、サイコロ系。OK、いい感じじゃない？もう喉俺枯れてます。すみません。ちなみにね、俺の声もう枯れてるんで、ちょっと声のトーンとテンションとあれ落とします。声のボリュームなんで、俺のね、喉が死んでしまう前にちょっとでもね安らぐためにこの感じでいきたいと思います。さあやっていきましょうか。とりあえずこちらの、額縁出ましたね。なんだこれは、なんなんだこれは、なんだこの豚は。ちょっと目がめちゃめちゃ離れて、口離れすぎだろってぐらいのパンダじゃねえや。できてきましたね。これもまあ可愛らしいんで、アンパッキングみたいで。でもこの辺飾ったら台無しだな、せっかくの壁紙が。なんでこの辺に飾るの可愛いかななんて俺思ってます。なんで飾りたいと思います。うん、絶対アンパッキングの方が可愛い。この豚よりも絶対こちらの方が可愛いね。さあ見ていきましょう。あー、こちらは首長、エミューみたいに出てきましたね。四角い整形に失敗したエミューが出てきましたね。はい、とりあえず見ていきましょうか。続いて、おしゃぶり2号が出ましたね。おしゃぶり2号、ちょっと顔っぽい、ちょっと顔っぽいっていうのがちょっと面白いですね、これ。こちら。この中、あー入んないか。とりあえずね、おしゃぶりをこの辺に置いて。おしゃぶり2個いるかなー。あー、また代替としていんのかなー。でもおしゃぶりじゃなかってただの指輪とかだったらあれだしな。赤ちゃんは男の子女の子なのかな。今のところ読めないよね、この感じだと。さあ、こちら、いや男の子っぽいな。多分女の子だったらスカートとか出るはずなのよね。いや待って、雲行きが怪しくなってきた急に。うん、なんか雲行きがさっきまで男の子の雲行きだったんだけど、急に女の子衆が出てきた。いや、この服は男の子なかなか着させないよね、花柄の赤色は。かわいい、なにかわいい、かわいい、めっちゃかわいい、なにこれ、めっちゃかわいい。焦げたウサギが出てきた。パン焼き器で焦がしすぎたウサギ出てきた。かわいい。これ。あー、ぬいぐるみか。いいね。うわ、かわいいな、これ。めっちゃかわいい。この辺置かして。めっちゃかわいいんだけど、このウサギ。なにこれ、ニット帽か。いや、なんか、最近のさ、子供ってやたらニット帽かぶってる人多くない？人って。かぶってる子多くない？本当に。で、これは紫色の服でしょ？あ、これあれじゃない、ブランドのやつかな、なんだろうね。前回さ、この家の主なのかわかんないけど、こういうさ、ちょっとロックンロール系のさ、服、紫色の服あったじゃん。そのメーカーの可能性あるよね、わかんないけど。はい、で続いて、あ、虹色ですね。これ虹色のなんだろうな、バウムクーヘンとかかな。ひとまず虹色、なんか虹色系は子供結構好きだったりするから、この辺置きます。この辺置きます。さあ、黄色いニット帽とかも一旦ね。あー、可愛いの出てきた。うわ、めっちゃ可愛いの出てきた。女の子とかこれめちゃめちゃ似合うよね。男の子も似合うか。もうどっちも、ね、似合いますね、とりあえず小さい子だったら。こちら、おお、ちょっと個性出てきたけど、まだ可愛らしい服ですね。あー、こちらまだ出ました。これあと2つ来そうだな。で、あー、やばい数来たな。すごい数になってきましたね。あー、待って、パンパース、あ、これが本当のパンパースですね。これが本当のパンパース来ましたね。ちょっと開いてるのがなんかね、もう使ってる感出てすごく好きです。
こっちはねまだ使ってないんですけど、こっちちょっと空いてるからちょっと使ってるんですよ。いやそのねこだわりね、アンパッキングさんの本当に大好きです、その辺が。ね普通はこう置きたいんですけど、 YouTube の画角的にこうの方がね映えるんですよね、この赤ちゃんがあるから。このなんかニヤッとしてる赤ちゃんが見えるから、画角的にこっちの方がいいんでこっちにしておきます。はい、これはこうしていきましょう。よし、オッケー、やっていこうか。あ、ゴミ箱か。ゴミ箱はまあこの辺でいいんじゃない、とりあえず。うん、オッケーオッケー。あー、 C ね、これでラストかな。よーし、オッケー。めちゃめちゃになってきたな、これ。めちゃめちゃになってきてるけど、ひとまずね、これ長細いの見ていきましょうか。クッションだ。フクロウが好きなのかな。なんか人柄が変わったような気もするよね。フクロウとかさ、前回そんなの一切持ってなかったから。アンパッキング、あ、アンパッキング、これ可愛くない、これ、こうやって置くの結構可愛くない。よし、でさあ見ていきましょうか。こちらリング系ですね。まあリング系はそうだな、無動作に置きたい。これなんか崩れてる感もちょっと出してみたいよね、こういう感じで。あれ待って、置けない置けない、待って、あれ置けない、あれ置けない。あー、もうなんか、あーもう、あ、なんかよくわか、あ、あーもうよくわかんねえや。まあとりあえず見ていきましょうか。もうくしゃくしゃになったんだけどめちゃめちゃにくしゃくしゃになってしまったんですけど、まあとりあえずこの辺、ちょっと待って、いくらなんでも赤ちゃんとはいえさ、ここまでさ、ぐちゃぐちゃじゃないよ。さすがにここまでぐちゃぐちゃじゃないよね。後で片付けますね。もうなんか俺が赤ちゃんみたいになってるわ。赤ちゃんよりも俺赤ちゃんかもしんない。めちゃめちゃぐちゃぐちゃだもん。あ、なにこれ、ボールだ。え、これちょっと危なくない？ちょっと固めのボールだと思うから、ちょっと危ないと思うんだよね、この辺とか置くの。だってこの辺にこうやってさ、転がってきたら危なくない、普通に。なんで、こことかどうかな？ちょっとおしゃれな感じで。はい。あ、カニさん？カニさんのなんか出てきたな、本が。オッケー、積み上げて。これもちょっと危ないけどね。あ、待って待って待って。これもちょっと危ないけど、まあ大丈夫でしょう。この赤ちゃん強いと思って。体がね、めちゃめちゃ強いという、頑丈っていう、鉄よりも硬いみたいな感じの体だと予想して、まあ本が折ってきても大丈夫っていうね。こちら、布巾ですね。布巾に関してもそうだな。この辺ですよね。重ねすぎかな？なんか、新種のパンみたいになってるよね。どうしよう。いっか、これで。ひとまずいっか。おっと、待って。なにこれ。これ何？マッサージチェアみたいなやつ？すごい、すごくいいの持ってないこれ。すごい、こんなのあんの？昔こんなのあるのかな？いや、すげえ。これマジすごいじゃん。やるじゃん。すごい。こんなの持ってんだ。どうしようこれ。どこ置こう？ここちょっと狭いよね。ここら辺なるよね。さすがに。さすがにこの辺なる。なんか変な気もするけど。あ、これで終わりなんだ。はい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 。まあ、ひとまず、最後にね、俺ね、修正するんで、多少ね、全体的に。だその時にちょっとね、この辺とか片付けようかな。ひとまず、続き進んでいきましょう。こちら、こうでしょ。やっぱりこうでしょ。で、こういうね、ちょっとイソギンチャクの花瓶系はこの辺置くのが、可愛かったりするんだよね。もうこれは結構ね、多分ね、みんな被ってる人多いと思う。さあ、ここちょっと1個しかないんですけど、見ていきましょうか。こちら洗剤ですね。まあこちらもシャンプーじゃない。どんだけいいシャンプーなのこれ。めちゃめちゃなんか色やばいけど。とりあえずハンドソープでしょ。あ、出た。これ。トイレでラズベリー食うやつね。そんないないから。これなんだろうなこれ。インテリアかなんかなのかな。インテリアなのかな。トイレで出てくるってことは。あ、これ、お風呂場の出てきましたね。お風呂場のやつは、うわ、待って、お風呂場。お風呂場、あった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 。この辺にね、おそらく、立てかける場所がある。めっちゃいいなぁ。めっちゃいい場所だな、ここ。このガラスの初めて見たよ、こんな台。こんな台初めて見たよ、俺。うわぁ、すごい部屋数あるな。ガンガン行っていった方がいいね、やっぱり。で、バスタオル系か。この辺かけられる。オッケーオッケーオッケー。で、ゴミ箱はそうだな。一旦ね、トイレの上。もうみんながね、おかしい目で見てるから、おそらく。なんでトイレの上置くのみたいな。そんな面白がって
しようとしてるけどそんなに面白くないですよ咲夜さんって言われそうなんで一旦この辺置きます。はい、トイレットペーパーですね。オッケー、ここ薄かったから早かったね。まあ後々また来ると思うんですけど一旦ねいっぱい開けていきましょう。この辺とか入ってないね。基本的にあれだね、あの家具はもう全てない状態でスタートしてますね。今回は本当に自由みたいな、一番今回が自由なのかな。まあ最終回だからね。でこのコルクのね刺した跡とか見えてんのすごい好きです。これ今までね彼氏との写真をね顔面刺したりしてましたね。この子本当にね、見えてないところですごい陰口言うような子なんでまあみんなそうだよね。見えてなかったらとりあえずまあやっちゃっていいかみたいな感じの風習あるよね。はい、続いて見ていきましょうか。こちら、扇風機、めちゃめちゃ未来の扇風機ゲットしましたね。これは壁にかけられるんでこの辺かけます一旦。はい、あ、かわいい、何これ何これ、お邪魔女ドレミみたいに出てきたんだけど俺知らないけど、全然世代じゃなさすぎて知らないけどすごいな。あ、これオタク部屋みたいな感じかな。あ、違う、なんか、あ、症状か。この、これ、おしゃれだよね、めちゃめちゃ。この症状。結構好きなんだよね、こういうクリスタルのシンプルなやつ。これも欲しいな。何の症状か知らんけど。タイプ。これ、あ、これ持ってたね、確か。なんか、英語の勉強か、パソコンのなんかだよね。で、これ、魔法陣ね。これもあったよね。見せなくていいか。一応ね、ちょっと拡大しておいて。で、こちら。あ、待って。こちら。こんな感じとなっておりますね。勇者の闇の勇者の大冒険ですね。闇の勇者の大冒険。うわーこれかわいいな。これね前回もありましたね。これも引き出し置いておきましょう。あー、クロッキーか。クロッキーはクロッキーで分けたかったりするからね。結構この子本持ってるからこうやってここら辺に並べてもいいんだけど、この子マジでいっぱい持ってるから多分クロッキーはクロッキーで分けることになるんですよね。ほら、はい、あーでかいゴミ箱ね。でかいゴミ箱か。どの辺置く？この辺置いたらさ結構便利かな。この子この辺よくない？ちょっとこの隙間から入れるみたいな。いずれ多分ね机にぶつけていたってなるはずだけど、とりあえずこれが本当に謎っぽくてね、本当にこれ何なんのかがね俺もね未だに分かんないんですけど、一旦置きましょうか。さあ1個目降りましてガンガン見ていきましょう。付箋ですね。付箋か。でもこの子付箋とかよく使うからね、こうやってねテレビとか見てると。あ、そうでもない、とりあえずテレビはね大事だと思うんで、なんか上にぐで玉とかね持ってますけど、この辺かな。 OKOKOK で付箋か。付箋すぐ使える場所がいいな。この辺とか。消しゴムか。うわーこれ、うわ、美術系どこに置くかって話だよね。ゴミ箱ゴミ箱、どうしましょうかね。一旦右かな。一旦右。あー、これね、これも関してもなんか新しい豚のね感じのやつですね。この辺置きます、一旦ね。はい、名刺っぽいよね。あー、これか。ヘッドホンか。ヘッドホンね、どこ置こうかな。この子よく使うのかな。使うなんつうの、頻度によってさ俺ヘッドホン片付けるとか決めるからさ、正直よくわかんないんだよね。これ前回さなんか引き出ししまってたから、これは引き出していいんじゃないかな、おそらく。んーで、あー、なんか新しい本ですねこちら。あ、待って、こんなんなかったよね。なんか指のデッサンの本みたいな感じの裏面とかは、あ、裏面見れないっぽいね。すごいこれ本格的な、なんかリアルな絵を描きたくなってきたのかなこの子は。わー、いいね。なんか本だけど新しいものが出てくるっていうのがすごいね。ほらこれユニコーンとかもなかったもん。多分これユニコーンじゃなくて銅像なんでしょうね。で、銅像でユニコーンの銅像をこうなんていうの、明白はっきり書くみたいな。何言ってんの俺、もうよくわかんないけど、とりあえず、あー、これね、
やー、このペン系に関してもそうだな。この辺かな。オッケーオッケー。美術系ね、置く場所がなければ、やっぱここになるかな。置く場所があればこの辺置いてもいいかななんて思ってますけど。草系ね、草系。で、サボテンか。ここら辺？やっぱさ、なんか窓際とかに置くのが綺麗だよね、草系って。はい、見ていきましょうか。ああ、出ました。これは相変わらずお気に入りなんですね。まあ、これもそんな見せるものではあんまないと思うんだけど。まあ、この辺でいいかな。で、これ感じで、メモ系ですね、メモ系。メモ系はクロッキーと一緒にしようかな。びっくりした。なんか、地震が起きたのかと思って今。めっちゃヒヤッとした。今、リアルで地震起きたと思ってびっくりした。こちら、びっくりチキンみたいなやつ出てきましたね。こちらですね。何これ？ちょっと怖い。ちょっと怖いな、こいつ。ちょっと怖いの出てきたな。はい、見ていきましょう。こちらは何でしょうかね。何これ？何これ？何これ？今回の家の外装じゃないよね。こんな、怖すぎん？ちょっとホラーなんだけど、これ。旅行行った時にこういう建物ありましてみたいな、昔の建物ですよみたいな感じかな。すごいな、あれ。なんだ、あの写真。すごい特徴的なのあるね。あー、これなんか豚の、豚バージョン。豚の豚バージョンって何？ さあ、見ていきましょうか。こちら、なんだろう。なにこれ、グローブ？グローブかな、これ。なんだ？なにこれ、新しいの出てきた。マジか、最終回に新しいのいっぱい出てくるね。今まで見たことないやつだ。なにこれ、グローブかな？でも、そんなめっちゃ頻繁に使わなそうだから、一旦ちょっとしまいますね。貼り紙ですね、貼り紙。豚さんと、タヌキさんですね。タヌキじゃなさそうだけど、キツネですね、それが。見ていきましょうか。こちらは。白紙の A4 のサイズの、紙がいっぱい入ってるみたいなね。いや、なんか本格的になってきたんですね、おそらく。絵を描くのが。だってこういうの買わないじゃん、普通に。なんか、授業用の紙とかに書いたりするじゃん、大体。でもさ、こうやって紙を買うっていう機会が出てきたってことは本格的になってきたんでしょうね。よーし、とりあえず、どこ置こうかな。一旦この辺かな。でもなんかこの辺を置くのもおかしな話だしなーって感じですね。ヒョウ柄の、クロッキーですね。まあ、クロッキーノートはクロッキーノートだよね。置いときたいんで、俺自身。はい。もうめちゃめちゃ写真あるから、同じ？あ、同じではないわ。ちょっと違うね。こっち喧嘩してるんだけど、こっち仲直りしたみたいな。いいね、なんか。めっちゃいいじゃん。喧嘩してたんだけど仲直りしたみたいな。どういう、あれなんだろうね。本の雑誌から切り取ったのかな？それとも写真なのかな？わかんないね。クロッキーでしょ？クロッキー多いね、めちゃめちゃ。あ、なんか鼻からだ。見て、鼻から。すごい。前回もあったかな、これ。あんま覚えてないんだけど。あー、コンセント類ね。まあ、コンセント類、そうだな。こうなるよね。一旦こう置こうよね。置くよね。さあ、見ていきましょう。あ、ギターね。わあ、ギターか。ここに置くのはね、あんまりよろしくないんですよね、個人的には。ネックの部分がね、ぶっ壊れちゃったら困るんで。こんな感じかな。ベッドの下がやっぱりね、一番安全なんで、何気にね。こちら。なんだこれ。あ、あれだ、写真立てだ、写真立て。写真立てにさ、俺写真立てたことないんだけどさ、なんか、立てかけるもん出てきたらいいね、今回。最終回だし。OK、見ていこうか。こちらも、ノート系ですね。何これ。あれか、ライトか。何これって。今まで見たことあるやつ、何これってやばいね。こちらは、何でしょうかね。彫刻刀かなんかかな。
彫刻じゃないな、ペンですね。ペンなんで、わー、まとめておきたいな。でもなんかこの辺置くのもおかしな話になってくるし、ここに置きたいな、文房具セット。なんで一旦ちょっと右側のね、机を置いてきます。あ、これが本当の彫刻刀ですね、おそらく。オッケーオッケー。あー、アロマ系ね、アロマオイルみたいなやつね。一旦ね、こんな感じで。なんかおかしいんだよな、重ねたらなんかおかしいんだよな。まあどうしよっかな。いろんな選択肢があるからね、これ。こうにしようかな。よーし、続いてこちら。あー、ウクレレの本ね。まあそうだな、本類はやっぱこの辺になるかな。クロッキーノート、音楽のクロッキーノートなんで。あ、これ、あー、出た。これも立てかけるもん前回なくてね、困ったんですよね。そう、これと同時にね。さあ、これもクロッキーですね。置いていきましょう。ちょっとね、ここにね、美術系置きたいんで、この箱をかた、何これ。え、あ、パソコンか。うわー、びっくりした。すげえ、でけえ。うわー、待って、これ。これはね、邪魔くさいな、これ。やっぱねー、パソコン系でしょ？デスクトップパソコンでしょ？これ、右行けない？右、右。なんか出ちゃうな。なんか出ちゃうんだよな。よし、OK。で、これで、こんな感じで置いて、OK、いいんじゃない？あ、一発で片付いたね。いいね。なんかこういうのも好きです。一発で、一個だけ段ボール入ってるみたいな。そういうタイプね。めちゃめちゃなんか爽快感あって好きですね。これに関してはそうですね、この辺よね、やっぱ。んーで、彫刻刀系、彫刻刀系じゃねえや、この美術系はここ置くんですよ、まず。ペンとかもさ、この辺で使ったりするからどうしようかなとも思うんだけど、まあこれ置いときましょうか、一旦ね。まだ出てくるかもしんないし。あ、時計か。まあ、時計は見やすいとこがいいよね。あれ？あー、ここになっちゃうのか。待って。これはちょっと、わ、悩みどころですね、これ。でもさ、見やすい方が良くない？こうやって机に向かって。でも最近はね、スマホとかね、あれがあるからね、正直何とも言えないんだけど、パソコンでもさ、時刻とか書いてあるから、そんなに必要ないかな、なんて俺思うんだけど、まあここにつけられないんだったらここかな。あ、出た。これね、最後の最後まで持ってたよね、これ。これって最初から持ってた気がするんだけど、俺。いやー、こちらね、大事にしてる謎のね、九角形のあれなんですけど、これもう飾っとってあげましょうか、とりあえずね。もう好きみたいなんで、この子がもう絶対に手放さないね、フィギュアなんで。はい、飾っておいてやりましょう。これもね、結構前から持ってますよね。このギター持ってる猫っぽいやつ。これは絵本かな。子供部屋の方がいい気もするけど、まあここで出たってことはこっち置いてきましょうかね。あー、また同じのやつ出た。あ、待って、片付けられないわ。ちょっとこの、さあ見ていきましょう。めっちゃ出てくんな、同じやつがめちゃめちゃ出てくんな。衝動買いした。え？同じ？え？本当に同じじゃない？これ。え、これ同じだよね。同じだよね、これ。なんで同じやつこんな持ってんの？どういうこと？どういうこと？怖いんだけど。バグってる？何これ？どういうことなんだろう。え、やばい。何？嘘でしょ？あー、びっくりした。え、なんかこれしか出ないのかと。え、何これ？え、マジでさ、あれ、ちょっと待って、これ何なの、マジで。え、ちょっと待って、並べていい？いや、同じだよね。なんで同じやつ買ったの？間違えていっぱい注文しちゃったとかじゃないよね、さすがに。そういう感じなのかな。ほら、同じやついっぱいあるからさ。2とかでだったとしたらさ、絵柄がちょっと違ったりするんだけど、これ全く同じだからさ、何なんだろうね、わかんないね。とりあえず見ていきましょう。また
また同じやつ。ああ、ブヨブヨ系ね。これさ、赤ちゃんのとこがいいんじゃないの？この子用なのかな？この子用にしときます、一旦。ここに置こうかな。OK、ポスターね。あ、なんか。あ、待って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 。あ、わかったわかった。これあれだ。みんなこれあれだ。わかったわかった。これね、この本をこの人が出品するんじゃない？販売中ですよ、みたいな。だから、あれだわ。この本を作ったのは、この本人なんだ。この家の。このママです、ママ。ママがこの本を作ったんじゃないかな。その可能性あるね。だから、ここのチラシに写ってるのが、おそらくママなんじゃないかな。この子。この子自身なんじゃないかな。うわ、その可能性あるな。うわ、すごい。なんかいろいろ、時が進んでるね。なんか大学生あたりからスタートだったもんね、最初。こちら。かわいいね、マウスなんですけど。マウスパッド欲しいな。うん、くれないんかい。くれないんかい。もうまさかのね、マウスパッドくれないっていうね。一旦開けていきましょう。ああ、賞状ね。こちらもう昔からあるよね、この賞状。絶対に俺手放したくないな、こういう賞状系は。だってさ、こういうのってさ、思い出じゃん。しまいたくもないんだよね。絶対飾っときたいんだよね、こういう賞状系って。あ、ペンタブ？うわあ、本格的なペンタブだ。いやー、マジか。うわあ、これすごいな。俺もちょっと欲しいな、なんて思ったりしたこともあるんですけど。うわ、すげえ。うわあ、これ。待って、これってさ、ペンタブってさ、これだとちょっとおかしいかな。やっぱ端っこに置くか。すげえ、ペンタブ持ってんだ。さすが。さすがですね。はい。こちら。わあ、この子あれだわ。あれ。こういう本なのか、本だよね。本を作るために、こうデザインを勉強してたんじゃないかな。うわあ、絶対そうだよね。そういうことだよね。美術が好きだったのは、将来のために、こう、ね、美術をしてたのかもしんないよね。そういうことかもしんないよね。だってこの辺に、豚とかあるもん。豚とか。アンパッキングらしきね。だから、人形とかを買って、人形を、デッサン模写とかしてみて、やってたのかもしんないよね。わあ、そう考えるとなんか、夢に向かって頑張ってるんだな、みたいな感じに思いますね。もしその解釈が合ってるのであれば。もうこの本なんてさ、もう最初から持ってるからね、これ。もう最初から持ってんの、これ。本当に、最初の家から持ってんの。やばいよ、本当に。何年前よっていう。よくこんな綺麗な状態で 保ってるね。もしかして持ってるだけで読んでないとか そういうのが一番ちょっとなえるからやめてね、本当に。ちゃんと読んでるよね。こちら。置いていきましょう。すごいな、この数。あ、Wi-Fi ルーターみたいなやつね。もう俺なんかあれ、カタツムリにしか見えないんだけど。一旦ね、この辺置きましょう。OK。で、この体のデッサン系の本ね。まあ、こちらに関してはそうだな。この辺だよね。ここ置けないからな、もう。よーし、OK。一旦ね、いっぱい片付けましたよ。はい。いっぱいあるんですよね、まだ。何部屋あるんだろうね。4部屋、5部屋、6部屋、7部屋。あと7部屋あるんで、どうしようかな。なんか、すごい時間になるんで、これ全部やってたらね。あと3部屋か2部屋。あと3部屋やって、次回に回そうかな。あとのやつは。なんで、まあ、右から順番に来てるんで、右に行きましょうか。こちら。なんだ？あ、これね。チケットね。プレミア品のチケットみたいなやつね。まあ、これはそうだな。上の方置いとくのもありかな。あ、出た。ハリー・ポッター。ハリー・ポッターね。ありがとうございます。ハリー・ポッターね。あー、これね。ハリー・ポッターの賢者の石とか言ってたやつね。これは？なんか、サンタクロースみたいな。新しいね、この本。初めて見た、俺。すごい。初めて見た。あ、これも新しい。わー、なんか、モデル系のやつかな。モデル系の本ですね。すげー、いろんなの持ってる。
急に怖い。急にホラー。急にホラー出してくんじゃん、このゲーム。あれ待って。あ、戻れない。あ、戻れた。オッケーオッケー。さあ、見ていきましょう。こちら。あー、家族のね。あれですね。めちゃめちゃなんかほんわかしてますね。いや、こういうやつはさ、まあ、この辺飾るのもいいんだけど、一番見やすいところ、この真ん中らへん、椅子座った時に一番見やすいところってここだから、ここに飾っときます。グラスか。グラスってでもキッチンとかの方がいいんじゃないかな。違う？ちょっと一旦グラスはキッチンの方置いときます。あ、グラスね。めっちゃ出んじゃん、グラス。オッケー。また？めっちゃ多いんだけど、グラス。やめてね、グラスは。グラスだけはやめて。おーおお、何？クジラね。グラスじゃなくてクジラね。あ、待て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 。クジラってでもこの辺前置いてたよね、昔に。オッケー、この辺置こうかな。音やばかったね、今。すごい音鳴ったけど。ひとまず、グラス系か。グラス系はそうだな。ある程度固めときたい。で、こっちは塩コショウみたいなやつゲットしたんで。こちらは、まあ、この辺ですね。やっといて、黒胡椒ですね。でもキッチン系なんでこの辺置くのもありなのかな。あ、どうしようかな。すぐ取りやすい場所がいいよね、こういう調味料って。いや、この辺でいいか。取りやすいよね、この辺だったら。お皿？何これ？インドのお皿みたいなの出てきた。これ何これ？すごいお皿で出てきたな。一旦置きます。あれで食いたいとは思わないけどな、俺。でもあのなんつうの、器がさ、食卓に出てきたら俺びっくりするけどね、普通に。何これ、印刷機みたいなの出てきた。なんだこれ。機械類なんで、おそらくこっちで使うのかな。うわー、わかんないな。わからないものはすいませんけど、引き出しに。わからないものは引き出しに。さあ、続いて見ていきましょう。ガンガンいきましょう、ガンガン。これはなんだろうね。すごい色の病気の羊。病気の羊さんっていう本ですね、おそらく。こちら。あー、ベビー用のね。あれですね。ベビー用だからといって本も小さくする意味あんのかっていう、こういうふうに俺思っちゃうんだけど。んで、うわ、妊婦さん用のね、どういうね、生活を送ったらいいのかみたいな。うわ、そういう感じですね。なんか鬼滅の刃、え、なんこれ、え、え、あー、びっくりした。なんか鬼滅の刃に見えた、これ。なんでかわかんないけど、鬼滅の刃に見えたんだけど、炭治郎に見えた。びっくりした。こちら。あー、ハリーポッターね。ハリーポッターはね、並べときたいね、全部。こちら、ちょっと違うハリーポッター。わあ、どうしよう。ふとふとの本だから、ちょっとこれ下に置いて、こう並べたい。あ、コースターね。コースターはそうだな。コースターはでもまあ、この辺でいいんじゃないかな。オッケー、いい感じじゃない？で、草系、まあ、ここら辺置けないから、こう、こうか。イソギンチャクか。あ、イソギンチャクちょっとさ、これ真ん中ら辺に置く。あ、めっちゃおしゃれ！これ好き、めっちゃ。これめっちゃ好き。で、続いて見ていって。あー、MacBook ね。MacBook じゃない MacBook ですね。これはでもまあ、あっちの置きすぎも良くないから、ちょっと MacBook こっちで作業してますよ、みたいな感じを出しつつ。何これ。永遠の消防隊の小説ですね。出てきました。さあ、置いていった。結構、なんかあれだね。小さいね。今回。で、こちら。なんか、こう、ちょっと怖い本が出てきたんで、でも、小さいね、この本。小さいのとでかいのがね、すごく分かれる感じですね。でも、小さいのはこれ、一番右置きたくなる。で、こちらね。顔色の悪い一寸法師ですね。これ、やっぱ好きなんだよな、この顔色の悪い一寸法師。結構好きです、俺。んで、こちら。こちら見たことあるな、遊戯王みたいな本で。これもまあ、見たこと。怖っ！え、めっちゃ鳥肌立つんだ。待って、やばい。めっちゃ鳥肌立つんだけど。怖っ、これ。
虫みたいなのちょっと苦手なんだよな俺。やめてそういうの、虫苦手なんで。あーこれね、これなんか食卓に置いてたりしてたよね。これインテリアだからこの辺とかかな。いやなんか邪魔くさいな。でもここ置くの、ここでいいか、この辺にいいかな。あーこういう系ね、症状系か。ちょっと重たそうなんで下置いときましょうか。あポスター絶対合わないってここには。これはね、いやでもさ子供できてからこういうポスターって飾るのかなってちょっと思っちゃったりするんだよね。どうだろう、なんかさこの辺とかってさサインか、サインじゃないこれ。これさこの人、このメンバーから、このバンドのメンバーからもらったサインここにあるんじゃない。なんか傷っつってもさ、なんか傷っぽくないじゃん。なんかサインっぽく見えるから、これおそらくね本人からもらったサインなんだと思う。アンチヒーローっていうバンドかなんかのポスターなんだけど、その本人からメンバー全員からねサインもらったみたいな感じかな。でもそれだったら飾りたくならん、なんかくしゃくしゃにしたくないじゃん。置いとこう俺だったら。はい、こちらは何でしょうかね、ちょっと見ていきましょうか。なんかよくわかんないやつ、まあ、なんかよくわかんない本はねひとまずねの辺ですね。でも続きもんっぽいよねあれも。はい見ていきましょい。こちらは、あーこちらね、なんかヒーローものが多いよね意外と。あでもこれ2だから同じ系統だよね。何をパロってるんだろうねあの漫画は。これなんだ、鳥っぽいな、よくわからんとりあえずクロッキー系なんですけど、まあ一緒にしちゃっていいかな今のところ。 OK、 あーこれかラグ系か。うわラグ系も綺麗だな、置いておくと。この辺置く、この辺どう、なんか変かな、いいかこれでぴったりサイズ。あーこれもか、これ全員分欲しい、全員分欲しい、お願い3人分とかそういう中途半端なだけはやめて。え嘘、待って嘘でしょ、3人分っていうね中途半端なだけはマジでやめてほしいな。嫌な気がする、嫌な予感がするな。これはめっちゃ交差くる、多分4つで最後だと思う。お願い、はい違うって、待って嘘でしょこれ、来ないパティンある、これ何これ、ティッシュか布巾、いやなんかこっちで使えそうだな、なんかこっちで使えそうな気がする。置いときましょう。あー出た、よかったよかった、ほんとに3つしかないんだったらもうちょっと俺困ってたんだけどガチで。さあ見ていきましょう、オーブントースターですね。オーブントースターはそうだな、意外と使うからこの辺とか。オッケーいいんじゃない、意外とこのあえて1個だけ置いとくっていうね、これミソですよ皆さん、1個だけ置いとく。でこれあーまあこの症状はそうだな、これも1個だけ置く、なんかちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれですね。なんかね他に家具が来たらこいつも一緒に並べようかな。ただここはねなるべく1個にしときたい。よしこの部屋行く、とりあえずあと何部屋あったっけ、あここもあんのか、1、2、3、4、5、6、6部屋あるんであと2部屋くらいやろうかな。よーしやっていこうか、あんま長引かせすぎてもみんな困るんでね。こちらなんだこれ、洗剤か、洗剤っぽいな、あ開けちゃった開けちゃったな。地球儀絶対ここじゃない、地球儀は絶対ここだ。地球儀初めて見たな、地球儀実際家にさどういう用途で置いてんだろうね地球儀って。ゴージャスが遊びに来た時ぐらいじゃない使うの。とりあえずこの炊飯器とかもさ、ここ絶対炊飯炊けましたよって、ご飯炊けましたよって言ってこれ上が突っかかえて取れなくなるよねここ置いたら。なんである程度上がね確保できる場所がいいんで。さあボウルですね、いややっぱグラス系はグラス系のとこ置きたい俺は。
うわ、でも置けなくなっちゃった置けなくなっちゃった。あー、これですね。なんかこねるときに使うやつですね。あー、でもここいけないな。ここはスプーン類なんで、この辺かな。一旦入れましょう。あー、型抜きね。型抜きか。一旦ね、型抜き系もそうだな。ハートとかね。まあバンバン行きましょうか。コップか。コップもそうだな。コップか。ちょっと困るな。どうしよっかなって感じなんですけど。一旦ここかな。コップ。やっぱね、容器系は容器系でね、分けといた方がね、見やすいんですよね、ものすごく。あー、コーヒーね。コーヒーどうしよう。どこ置こうかな。意外と炊飯器の横とか置いてたりするか。うわー、どうしようどうしようどうしよう。これいろいろね、選択肢あるからね。うわー、どうしよう。この辺置く？塩コショウと一緒場所に。これ何これ、水筒？ミキサーかな。うわー、ミキサーっぽい気もするけど、しなくもない。どっちだろうね。この辺置く。さあ、んでコップも置いていきまして、待ってね、このコップね、このコップね、こう置きたくなる俺。やっぱりね、4つ並べたいわ。あー、お皿か。うわ、待って、これ、うわー、これは引っ越しですね。引っ越しセンターだわ。もうね、同じような色合いが来た場合はもう絶対そっち揃えたくなるんだ俺。待って、大皿来るかもしんない。大皿来るかもしんないから、一旦ちょっとね、ここにバラしときます。あー、これか。カレーっぽいね、器ですよね。これなんか100均で売ってそう。100均でこれなんか100均で売ってそうな感じんで、こちらはそうだなぁ。あ、置けないか。どこ置こうかな。ちょっと困るんだよな、こういうちょっと特徴的なね、やつ。しかも横長だから、なかなかね、置きづらいっていうのがあって。なんか変だけど、ちょっとここ置きましょうかね。OK。シャンプーじゃねえや。あれですね。シャンプーじゃない。ハンドソープですね。こちら置いていきまして、こちらはスポンジですね。スポンジの買い替えということで、買い替えはどうしようかな。下の方入れようかな。めちゃめちゃ引き出しあるからね、これ。一番下あたりに入れといていいかな。OK、置いていきましょう。で、グラスか。まあ、グラスも置けないんで、コップと一緒に置こうかな、せっかくなんで。あ、タバスコ。タバスコか。タバスコはそうだな。あんま使わない気もするんで、ちょっと話しておきます。胡椒と。ほらほらほら、もっとね、使いそうなものがね、出てくるんで。んで、この鉢系ね。まあ、そんな使わないから上の方でいいかな。オッケー。あ、やっぱ、待って、バッテリーが。待って、バッテリー少なくなってんの？嘘。ねえ、バッテリー、待って。ね、バッテリー。嘘でしょ？さあ、予備のコントローラーに変えてきました。さあ、この後、やっていきましょうかね。こちら、コアラ。もう最初コアラ出た時ね、これずっとね、悩まされてね。まさか貼るやつだったっていうね。見ていきましょうか。いや、なんかコントローラー違うと一気になんか、違うわ、感覚が。なんかやりづらいって感じがある。こちらはなんだ？あー、あれね。ビーチ系のね、写真系ね。写真系はそう。写真この子ね、結構撮るんで。はい、見ていきましょうか。こちらもね、写真。あとでバッと見ていこうかな。こちら。あ、なにこれ？かわいい。かわいい、これちょっと。タヌキみたい。で、そうだなぁ。この辺とかもね、ガンガン置いていこうかなぁっていうような感じですね。一気に家具見ていこうか。そういうスタイルが良かったかもしんないね。なんか一個一個俺見ていくよりは、なんだろうな。あっちの方が良かったかもしんない。いっぺんに物を見ていく方が、こう、みんな的には見やすかったのかもしんないよね。今頃言っても遅いんだけど、こちら。よくわかんない。金魚すくいの、すくうやつみたいな感じの出てきたり。
で、あー、うわ、ここに並べたい。うわー、ここに並べたい。これ、型抜きね。型抜きは、そうだな。この辺にあったんで、置いてって、あ、え、待って、これ、待って、急に寿司出てきたな。急に寿司出てきたんで、うわー、これどうしよう。よし、こんな感じで置けました。ちょっとね、青色のコップと、この2つセットはね、ここに置くことができなかったんで、幅的にね。こんな感じにしました。よし、オッケー。で、進んでいこうか。ん？これトイレットペーパーだよね。キッチンペーパーかと思ったけど、ちょっと短いからトイレットペーパーだ、これ。トイレットペーパーだったら、トイレどこだ？トイレ、なんか最初の方あったよね。これ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 。置きましょうか。もうキッチンペーパー、絶対あれネタじゃん。絶対ネタで入れてきたよね、今の。あ、これこれ、これがキッチンペーパー。これがキッチンペーパーだから、ちょっと面白かったな、今の。キッチンペーパーはそうだな。この辺に置いとく？結構使う場面あるんだよね、でも、キッチンペーパーって。着ながら、フライパンね。なんかすごい歩行だな、今。こういう感じで置いて。あー、これね。まんじゅう系のやつね。これはちょっと下の方置きたくなるな。この辺？この辺にちょっと置こうか。よし。重ねられるんですよね、この辺とか。オッケー、ガンガン行こう、ガンガン。ガンガン行こう、ガンガン。もうね、この辺はね、なんとなくどこにかければいいかとか、把握できてるんで。いや、これ予備だよね。予備どこ置こうかな。近くがいいよね、この辺の。こことかどう？スポンジと一緒に。買い替えだからさ、このスポンジも。で、あれですね、ごますりじゃねえや、なんだっけ。おろし金ですね。結構いいおろし金ですね。使ってるよね。んで、こちら。何これ？これ何これ？あれ？これなんだ？なんだこれ？何これ？黒い。黒いあれか？トイレットペーパーじゃねえや。ラップ？黒いラップとかあんの？そんな感じのある？もしかして。なんかさ、壁紙かと思ったら貼り付けられないからさ、何かと思ったら。何これ？何これ？ またなんか謎の出てきたんだけど。何これ？これゴミ箱か。なんか犬小屋かと思った。犬小屋かと思ったらゴミ箱じゃん、これ。ねえ、こんなとこから犬入れないもんね。さあ、植物とかもね、置いていきましょう。どの辺置こうかな。なんか、冷蔵庫の上置くのなんかおかしいよね。明らかに。こことか。うわー、置けないか。じゃ、別のとこ置く感じになるかな。で、これとかかけられるわ。オッケーオッケーオッケー。よーし、ガンガン見ていこうか。こちらはなんかよくわからない。よくわからないものですね。インテリアかなんかだから、おそらく。インテリア系はまあ、いいかな、とりあえずは。あー、これか。うわ、予定表か。うわー、ここで予定表くんのはちょっといやらしいな。上の方並べた後だからさ、予定表ここでくんのが、って感じなんだけど、一旦本じゃこの辺置きます。予定表はね、もう使いやすいところにとりあえず置くっていうね。あ、またクジラだ。クジラは、クジラか。オッケー、あ、いいんじゃない？で、このクジラを、可愛くない？可愛くない？これ。めっちゃ可愛い、あれ。いい感じじゃ、できたね。あ、これあれだ。卵かくやつだ。卵かきですね。卵かき。卵かけみたいになったけど、卵かきですね。うわー。この辺とかどうしよっかな。奥の方入れて、これ手前入るかな。うわ、入んないわ。どうしよう。入んないのがちょっと辛いな。まあ、そうだな。引き出しいっぱいあるから、この辺に、いっか。
シェラとかもね、こんな感じで置いて。まあそうですね。ああ、これ出た。めっちゃ便利グッズね。意外とこの辺置くの、めっちゃおしゃれじゃないこれ。これめっちゃおしゃれじゃん、真ん中に置いてんの。この辺とか置くのもさ、ありなんだけどさ、この辺、うわー、これめっちゃいい、これ。めっちゃいい、いいとこ、いい配置考えた、俺。んで、んで、こんな感じで置いて、オッケーオッケー、一旦ね置きます。あー土鍋は、これちょっと待って、どうしようかな。これも置く場所困るよね。あ、ここでいいのか普通に。よし、小鍋もこの辺に置けないから、こういう感じで置いて、これ、あーペンチ系ね。でも赤色だから一緒に置こうかな、この辺に。よし。あー、小さじ系のね、やつなんで。これ、ここ入んじゃない？いいね、いいね。で、なんか、金魚すくいのやつも入れば。オッケー。でも、金属系で分けたい気もしなくもない。ほら、金属系来たね。ここでも入らないんで。どこ入れようかな。よくわかんないんだよね、これ。一旦置きます。トレーね。トレーはそうだな、この辺とか。いいんじゃない？なんかサクッといってるけど、結構いい配置できてるし。あ、待って、出てきた。この皿を上に置いて全部開けたい。一個一個見ていこうね、これ。あれね、はい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 、あれね。オッケーオッケー。あの1たす1のやつとか出てこないかな。で、これペンチね。ペンチ系はどうしようかな。この辺とかに入れたいけど、入るか入らないな。難しいんだよね、こうやって全部入れるとかは。だからこういう感じでね、はい、入れていきましょう。あー、お皿ね。お皿はいいですね。4つぐらい出てきそう。ほら、4つは出てくるんですよね。多分4人家族なんでしょうね。あ、でかいの。うわ、待って、これちょっといやらしいな。でかいのがね、後から来るのはちょっといやらしいのよ。あ、でも、かけられないな。どうしようかな。これちょっといやらしいぞ、みんな。これだって棚にも置けないじゃん、この青色セット。うわー、どうしよう。うわー、ちょっと、これも考えさせて、後で。いやー、これね、まあ、おそらくね、右側が青色セットとかいう分け方を俺、最終的にすると思います。いやー、これね、いやらしいわ。最終回だからさ、最後の日にちだからさ、やっぱいやらしい部分出してきてるわ、アンパーキングも。ね。こうやってプレイヤーを困らせるような、いい困らせだよね、でもこれって。悪いじゃなくて、いいような困らせ。いい方の。んで、はい、おー、電子レンジか。電子レンジは大体ね、この家はね、こういう感じで、冷蔵庫の上に置いてることが結構多いみたいなんで、冷蔵庫の上置きます。 OK。 さあ見ていこうか。こちらもそうですね、フォークとか、あとあれですね、パン挟むやつとかも出てきたな。これ何、これ、ろうそくか、ろうそくみたいなの出てきたな。これそんな使わない気はするけどな、どうなんでしょうか。まあこの辺と一緒に置いてきようかなっていう。あ、ブラシね。ブラシ系は多分掃除用具なんで、この辺にバチーンと置いといて、で、小さじでしょ。小さじに関してはそうだな、まあとりあえず入ればいいかな、なんていう感じですね。はい、この辺とかなんか斜めってんのがちょっと気持ち悪いな。なんか並べてんの気持ち悪いな、同じ系統のものが。うわー、これどうしよう、これ困るな。綺麗に並べたいんだよね、俺も。なるべく。こんな感じにしとく？こんな感じに。あ、出た。これ前回何だったんだろうね、結局。
で、これに関してはそうだな。この辺置く？あー、これか。いや、これいい。これかけといて。いや、手袋これね、俺の家にもね、よく使ってるんだけど、これね、結構すごいよ。俺、手の皮ね、めちゃめちゃ薄いから、あれね、めちゃめちゃ必需品で使ってますね。さあ、こんな感じで。あ、これ無理っぽい。んで、これを横にして入れて、OK。あ、ラップ出てきたね。でも、あの黒いラップは何だったんだろう、要するに。ねえ、あの黒いラップは何だったんでしょうか。で、下に置こうかな。オッケー、結構仕上がってきたな。で、ボールが出てきたんで、こう重ねてって。いいね。こんな感じで重ねてって。あー、スプレーね。スプレー系はそうだな。結構サクサクになってきたな、俺も。あの、物が分かるようになってきたから、マジック、なんだっけ、キラーマジック。カビキラーだ。カビキラーね。はい、ゲットして。あ、ゼロだ、これ。ゼロから始めるね、異世界生活で。これ、0120って始まるんで。追う、追う、もう絶対ネタじゃん、これ。絶対ネタだよね、もうこれね。今でもこういうの好きなのかな、わかんないけど。はい、ありがとうございます。こちら、花びらですね。これなんだ？あ、1か。はい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 。これは H とかかな。あー、違うね。2とか言って、これいっぱいね、あれがあるんですよ、種類が。俺、この数字シリーズ結構好きなんで、お気に入りですね。んで、これもそうだな、そんな使わんからね、おそらく。ある程度、何これ？あ、包丁？包丁？マジか、包丁。あ、そういえばなかったな、包丁。うわー、確かに。これはここだな。でも、焼いてる時にさ、これ、乗り移ったりしないかな、火が。そこだけだと不安だけど。はい。あー、これね、ナイフね。ようやく来ましたね、ナイフ系。俺ずっと待ってたんですよ、この上の部分。ようやく来てくれたんで、ちょっと片付けていきましょうか。はい、こんな感じで。こんな感じで。あー、これね、水のペットボトル。これよくわかんないんだよな、毎回。んで。まあ、置いといて。これ何これ？コーラ？あ、ヒーローだ。アンチヒーローのやつだ。え、あれ？え、アンチヒーローのこのなんか、飲み物とか出てんだ。すごいね、あれ。どういう飲み物なんだろうね。紫色だから、毒入ってない、これ。大丈夫かな。で、お酒ね。はい。お酒はね、おそらく調味で使うやつなんで。調味料として。んで、これ、お酢ですね。お酢とかも入ってる。すごいね。なんか日用品がめちゃめちゃ出てくる。うわー、こう、どうしよっかな。いや、ここだな。うわー、ソルト。うわ、ソルトか。シュガーソルト。うわー、そうきたか。シュガーソルトは揃えときたいなー。こんな感じで。蜂蜜を、一旦前に出します。んで、はいはい、オッケー。フォークね。A、急に A が出てくる。急に A が出てくるんだけど。で、AI、キズナアイさんですね。で、こちら、花びらですね。まあ、貼っとく、一旦。E。おー、3。これ、出てきた順番で貼り付けたらすごいことになったな。おう、1イコール2足す A、I、E、3。もうよくわからん。もうよくわからんことになってるけど。花びら。はい。花びらの上のものがめちゃめちゃ汚いっていうね。オッケー。まあ、細かい部分はとりあえず俺は、後で修正するんで、この辺とか、ね、まだ入ってないし。まあ、大体のね、家具配置はこんな感じになりました。オッケー。続いて見ていきましょう。ここね、少ないんですけど、
こちら花瓶ですね。うわ、こういう部屋好き、めちゃめちゃ。こういう木の部屋、キッチンとかはさ結構ありきたりなのが多いけど、こういうね独特な部屋、可愛らしい部屋ね、ちょっとやってみたいな。こちらよくわかりません。はい。よくわからないんで、まあ本類なんでね、この辺に置いておきましょうか。あ、これもあれですね、本類なんで、あれもね昔から持ってたよね。でこれゲーム機でしょ、ゲームのソフトなんで、ゲームのソフトはね置いて、これゲームソフトか、ソフトっぽい気もするし本っぽい気もするよな。なんかこれ、ウサギの怖いの、怖いウサギですね。でこの辺とか、まあ、ガンガン置いていこう、ガン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 置いていこう、ガン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 置いていこう。で後で一回一個ずつ見ていこう。あー、これ知ってるやつっぽいね。これ知らないね、なんか昔のなんか平安時代とかのゲーム平安時代のゲームって意味わからんけど。んーで、あー、怪物、夜遊び怪物ですねのゲーム。でもこのさ青色のやつはさ、ちょっとこうやって分けときたいんだよね俺は。はい、こちら、おーっと、これも本っぽいんだよな。でもなんかゲーム機っぽくないんだよな。あ、 3DS ね、 3DS はそうだな。この辺置いて、あ、これ DS のカセットかソフトかなんかですね。んーで、これもまあ一旦置きます。はい、置いた。あ、カービィだ、これカービィ真っ青なカービィだ。で、あー、これね、リモコンね、リモコンはでもね、この辺リアル感出したい。はい、DS 系ですねこれ。なるほどね。で、ゲーム機、これなんかゲーム機だな本当に。はい、置いといて。でもあれとか本っぽいよね、ちょっとこれこっちに並べるのがいいのかもしれないけど、あっちに並べるのがいいかもしれない。で、これプラモデルでしょ、プラモデルか、あんま見せ物じゃないんで下置いときましょうか。で、こんな感じで、これもゲーム機っぽい、でもちょっと違うな太さが。え、急にポット、急にポッと出てきてびっくりした。まあこうですよね。オッケー、一旦ね、まあ、ガンガン開いていこうか。お花ですね、お花か、お花か、端っこですね。お花は端っこに置いて、綺麗なんで。え、置け、あ、びっくりした。こんな感じで置こうかな。さあ、こちらもお花が咲いて、はいはい、かっこいいねやつ。待って、どうしよう、お花、いや、お花郊外、郊外なんかね、しっくりくるこっちの方が。うわ、綺麗、お花こんな感じで飾ります。で、ウィーが出てくるんですけど、ウィーどうしようかな。あー、こことかでもいいのか。よし、置いとこう。ウィーリモコンね、はいはいはい。で、2人でやってますよ感を出したい。はい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 、あ、2つね。わ、ウィーリモコンって何個かあるよね、確かに。なんかそういう再現もちんとされてますね。で、まあこの辺必需品ばっかりですね今のところ。さあ見ていきましょう。こちら立てかけですね、前回もあったよねこれ、立てかけ系。んで、これね、ソファーの、クッションってことね。あー、ヘビのね、はいはい、銅像っぽいやつ。わー、なんか結構おしゃれになってきたな、すげえおしゃれになってきたぞ。んで、これは杖つつき、杖つつきですね。待って、杖つつきってどこ置くのこれ。ね、杖つつきってこれどこ置くのここでいい、一旦。んで、こちらゲームソフトですね。あー、怖いの出た。もうこれ怖いからあんま好きじゃないんですよねこのフィギュア。ごめんなさい、動かしてください。怖いからね、あいつ。
こんな感じで置きます。で、じょうろか。じょうろはそうだな。この辺とかどう？おかしいかな。いや、上置いとこうか。オッケー、こんな感じで上置いときます。で、霧吹きもよく使うと思うんで、こんな感じで置いといて、あ、はい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 。まあよくわからないね、このセットを置いといて。これなんだ、これもゲームかな、ゲームソフトっぽいね。たらこいつもいけるね。よし。んーで、こんな感じで、これなんだ、またプラモデルかな。ジュブル、パズルか。パズルゲームですね。お、いいね、乗せとこう。これ乗せられるんだ、いいね。んで、こちらゲームですね。ゲームソフトも、まあ、ゲームソフトはゲームソフトでね、まあ、ある程度分けるのでいいかなって感じですね。はい、こんな感じで。よし。オッケー、いいんじゃない。で、みかんとオレンジとゲーム機でしょ。わ、ゲーム機めっちゃ多いな。ゲーム機が凄まじく多い。あ、パズルね。いや、パズルまた出てきたんで、これ上置きたい。で、これの上に、あ、いい、めっちゃいい。よーし。うわ、まだ出てくんのね。これはちょっと厳しいですよ。あんちゃん、これ厳しいですよ。もうパズルなんで、この辺置いときましょうか。はいはいはい。こんな感じで重ねてって。毛布もそうですね。この辺でよくて。もうすごい数になってきたな、ゲーム機が。待って。あ、待って。ね。よし。OK。で、これをどうするかなんすよね、やっぱり。こんな感じで置いて。あー、ゲーム機ね。これ、下置くのありだわ。さあ、こんな感じで置きました。で、これに関しては、そうだな。DS だからね。そんなかさばらないってこと、ここ置きたかったんですけど。置けないんですよね。横にしたら置ける。あ、横にするのもありか。悪くないね、意外と。OK、こんな感じですね。結構綺麗に収まったんじゃないでしょうか。続いて、こちらの部屋見ていきましょうか。段ボールが出てきて。おっと、猫。猫出てきた。かわいい。かわいいけどちょっと怖いな。でもおしゃれだな。どっちとも取れるね。で、あ、この辺の角に貼ってあるのとかめっちゃおしゃれだね。んで、続いて見ていきましょう。あー、縄跳び、うわ、綺麗。めっちゃいい角度。いいっすね、これは。で、風車ね。あー、いや、でもなんか台無しになる気もするんだよね、この辺置いたら。一旦置いとくよ。何今のイントネーション。かっこいい靴出てきて。家ね。あー、でもこういうなんか、爽やかなの置いてあるのはいいかもしんないね。まあ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 、うん、なんか、この像の大きさにしては、ちょっと小さすぎるんだけどね、家が。まあ一旦ね、その辺置いといて。靴系ね、はいはいはい。あー、靴。この下のね、靴もね、置いときましょう。んーで。オッケーオッケー。こんな感じでね。ガンガンやっていこうか。これだとちょっと見えるね、エッフェル塔が。エッフェル塔見えちゃうんで。エッフェル塔はちょっと端っこに置こうかな。うわ、こういう置き方もあんのか。普通に可愛いね、こうやって置いてたら。結構好きかもしんない、俺、こういう置き方。いいね。鏡の前にこうやってさ、棚があるんだったら、こうやって置くのいいね。めちゃめちゃ。んで、はい、こんな感じ。あ、これちょっと待って。俺、分けたいな。これ下行けるんだったら、この黒い感じの靴を上の方に置いて、ちょっと、可愛い系の靴を下に置くみたいな。オッケーオッケー。それいいね。で、こんな感じで置きます。あ、傘か。うわ、傘立て欲しいな。うわ、傘。ごめんなさい。一旦ちょっと保留で。
傘ね、立てる場所がね見つかったらいいんだけど、今んとこここにはないから。そうなんだね、こうやってね、一旦地べたを貸してください。あ、出ました。いや、これよ、これを待ってたわけよ。俺はね、ずっとこれを待ってました。本当に1億年前からずっと待ってました。あー、なるほどね。可愛い靴置いてたけど、あれなんですよ、あの棚のね、あれが足んないから上に置くことになると。まあ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 、悪くはないと思うんですけど。わー、待って、また出ちゃったんだけどね、これどうしよう。めっちゃ綺麗な靴だし、可愛い、めっちゃ可愛い靴来たんだけど、どうしようこれね。怖い怖い怖い、何が怖いのか分かんないけど、前に置く、なんか反対に気がするな。こうでしょ。 OKOK、 あー、これでね、これラストか。あー、ラストっぽいね。うわー、このね、多分ね、座布団系はね、多分ね、この辺とか置く場所なんですよね。なんで、うわ、この靴どうしよう。いや、これちょっといやらしいなこれいやらしいな、めちゃめちゃいやらしい感じにこう来てんじゃん。これちょっと困るな。どういう感じに置く。どうしようね、これどうしようすげえ困るんだけど、こういうのすごく困るんですけど、これはどうしようかなっていう感じがすごいやするね。で、これをこう置いて、こうしようかな。で、この黒い靴を横に置く。あー、いいかもしんない。これいいね、これだわ。うん、みんなこれだ、素晴らしい、もうこれ完璧です皆さんよーし、玄関周りはもう完璧にできたんじゃないかなって思いますね。よし、んじゃあまあこのね、最後の3つの部屋はね、次回に回そうかななんて思います。まあ多分ね、あのこの後、こちらの動画も撮るんで、パート8と9はね、すぐに上がるかと思いますんで、この辺で終わりたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。